北朝鮮メディアは今年3回目となった昨日のミサイル発射は鉄道機動ミサイル連隊による射撃訓練だったと報じました朝鮮中央通信は発射の瞬間の画像を公開しピョンアン北道の鉄道機動ミサイル連隊が射撃訓練を実施したと伝えています訓練は同連隊の戦闘準備体制の点検と 任務遂行能力向上が目的で、昨日午前総参謀部から不意に出された命令で実行したということです。記事では2発の戦術誘導弾が海上の目標に命中したとした上で、今後全国的に同連隊の運用体系を作り、鉄道ミサイル戦術をより洗練させるとしています。同連隊は去年9月にも 列車上からミサイル2発を発射し翌日夜に動画を公開しています。